アルタンハーンアルタンハーンは、モンゴル帝国を支配したハーン。ダヤンハーンの孫。アルタンは、黄金を意味する。1507年、ダヤンハーンの三男、バルスボラドジノンの次男として生まれる。母は、細いタブナンの娘、ボダンである。1519年に、父が死去すると、その後を継いだ。この頃は、内モンゴルのトゲトブを治める少量種に過ぎなかった。 1524年に祖父が死去すると、その後を継いだボディア・ラグ・ハーンの総試権を認め、その知性に協力した。1538年、内乱鎮圧の功績により、チンギス・ハーンを形容する際に使われる、ソートの称号を与えられた。1542年には、名遠征での功績により、トゥシェート・セチェン・ハーンの称号を与えられ、正当・ハーンのボディア・ラグ・ハーンを補佐する。 自責ハ案となる。これにより、内モンゴル高原の西半分に遊牧する、モンゴル右翼3万個の最有力指導者となった。1550年にも民に侵攻し、北京にまで迫った。1547年にボディアラグハーンが死去し、その後を継いだガライスンゴデンハーンは、アルタンの勢力拡大を恐れて、高安霊山脈の南東側に逃亡した。このため、 空白地帯となった、マキチは、アルタンの弟、ハイスハルフンドゥレンハーンとアルタンの長子、ドウウレンセンゲ本体人が勢力を伸ばし、アルタンの勢力はさらに拡大した。そしてこれらの勢力拡大を背景にして、1551年には、政党ハーニーに衰退され、即位したのである。その後もミン・モンゴルで、積極的な活動を続けて、勢力を拡大する。 1552年からはオイラトに侵攻して、カラコルムを支配下に置き、チベットやカザフスタン方面にも進出した。しかし前世紀は長くは続かず、1570年に孫のパカンナギガミンに投降したのを契機に、民の先代総督である大隆市西へと和平交渉を行い、1571年に民との和平条約を締結した。この時、 民から純義王に封じられ、一族の者や配下にも民の感触が与えられた。そして徴工を許され、その地位に応じて年金が与えられた。しかし、モンゴルの庶民は民に侵攻して略奪することで多くの収入を得ていたため、この和平で略奪行為が不可能になり、不満を持ち始めたという。1580年頃から病に倒れ、 1582年1月に死去した76歳、長男のドゥーレン宣言本体児が範囲につき、民から次の順位用と認められた。しかし、アルタンの死後、モンゴルは分裂してゆくようになる。ありがとうございます。